然だろ。じゃあどうして学校は何も言ってこないんだよ。学校側は試してるんだ、俺たちが問題を解決できるかどうか。だから猶予を与えた上でどんな結論を導き出すか試してる。昨日の話し合いを思い返せば全て見抜かれていたと思わないか。いやだ、大学なんて。石崎、嘘だったって言いに行こうぜ。